行ってきなよ、小羽。え？おじさんが誰かに歌を教えてくれることなんてめったにないんだよ。昔、私が教えてって言った時も、兄にはまだ早いとか言って教えてくれなかったしね。こんなチャンス、また来るとは限らないんだし、行ってきなよ。で、いいアドバイスもらったら、私たちにも教えてほしいな。あんちゃん。だな。これで小羽に力がつけば、俺たち全員の底上げにもつながる。ラッドウィーケンドの中心人物に習うことで、あのイベントにさらに近づくことができるかもしれないな。確かにそうだよね。うん、私行ってくる。それでタイガさんにいっぱい新しいこと習ってくるね。うん、頑張って小羽ね。表の明かり消してっと。父さん、プレートもクローズにしといたよ。おう、助かる。さて、それじゃあちゃちゃっと掃除しなくちゃね。椅子上げてっと。うん、鍛えたらこのジョーちゃんの歌がどうなるのか、ちょっとばかり興味が湧いた。タイガさんにいっぱい新しいこと習ってくるね。またモヤモヤしてる。むしろ前より強くなってるような。どうした？あ、な、何？妙に冴えない顔をしてるだろう。何かあったか？冴えない顔？別にそんなこと、あるかも。だろ？なんかよくわかんないんだけど、最近すごくモヤモヤするんだよね。うまく説明できないんだけど、嫌な予感がするっていうか、良くない気配がするっていうか。モヤモヤか。どんな時にだ？小羽のこと考えてるとき。前のイベントで小羽本当にすごい歌を歌ったの。見てたら絶対父さんも驚いたと思うんだ。それで小羽が自分に自信を持てるようになったから、私すごく嬉しかったんだけど、なんだかそれからモヤモヤすることが増えたんだよね。それから今日おじさんが小羽に一緒に練習しないかって言った時も。ああ。ん？どうした？大声出して。もしかして私悔しいのかな。前のイベントからみんな小羽の歌ばっかり褒めてるし、おじさんだって私には歌教えてくれなかったくせに小羽には一緒に歌おうなんて言うし、だから小羽ばっかりずるいって。そう思うのか？言っておいてなんだけど、ピンとこないかも。私結構負けず嫌いだけど、そう感じるなら悩んでないで絶対勝ってやるって思う方だし、それに私みんなが小羽の歌をすごいって思ってくれるの嬉しいんだよね。小羽の歌は本当にドキドキする最高の歌だから。そうか、アンはジョーちゃんの歌に心底惚れ込んでるってわけだな。うん、俺もそうだったな。最初にタイガの歌を聞いた時は心底惚れ込んだもんだ。そうなの？初耳なんだけど。言う機会もなかったからな。だからあいつと組むことになった時は内心穏やかじゃなかったもんだ。え？どうして？
あいつは化け物みたいに歌えるからな。いつか置いていかれるんじゃないかと思ってたんだろう。へえ、父さんそういう風に思ってた時あったんだ。なんか意外。父さんって大体どんなことでもできちゃうし、いつも余裕そうな顔してるから、そういう悩みってあんまりないと思ってたな。まあそうだな。タイガと出会って組まなかったら、そこまで悩むこともなかったかもしれないな。もしかしたらお前もそうなんじゃないか。え？ジョーちゃんに対してそう思ってるんじゃないか。私がいつか小羽に置いていかれるかもって思ってるってこと？ああ。どうだろう。確かに小羽は今すごく伸びてるけど、小羽に置いていかれる？ま、今は自分と向き合ってみることだな。厨房の片付けは俺がやるから、もう帰っていいぞ。うん、置いていかれる。あ、アキト？グループの方じゃなくて私に直接送ってくるなんて珍しいな。明日練習前に話がある。できるだけ早く来い。あ、そういえば、おい、この後少し話いいか？話ってなんだろう。